じいちゃんです。鶴屋八幡参拝してきました。この後和楽の湯という温泉があるので、ちょっとそこで一袋浴びようかな。
反省。なんか去年の北側に看板が出てたような気がしたんだよね。反省。に戻そうとしてたわけね。じゃねえか、本当にもう腹立つな。どうしてここまでトンボなんだろうな。
送し戻ってきました。町に戻ってきました。まあいい散歩になりましたね。散歩というか森林浴です。